第6期本因坊戦は、第5期本因坊戦終了後の1950年に開始され、1951年4月から行われた、橋本昭和本因坊と挑戦者、坂田坂尾七段による七番勝負で、橋本が4勝3敗で、本因坊を防衛した。この第6期から、それまでの1期2年から1期1年生に改められ、また、それが契機となって、 関西起因独立問題が発生し、関西起因の橋本と日本起因の坂田による挑戦手合は東西対立の様相を帯びて緊迫したものとなった。本院防戦を時代の数世に習って一期一年制にすべきという議論は以前から行われていたが、1950年5月に行われた第5期の継承式にて、津島都市一日本起因理事長が祝辞の中で 時期から一期一年に改めたいと発言し、これに橋本宇太郎が本因坊である自分に了解を得ていないと反発した。一期一年は橋本自身の持論でもあったが、唐突に当期からの実施として発表されたことを問題視した。その波紋の中で、6月に主催し毎日新聞、及び日本議員と関西議員の委員が出席して行われた東西連絡運営委員会にて、 全員一致で、これが決定となった。しかし当時の関西議員は1948年に日本議員から法人としては独立したものの、経営的には日本議員内組織となっており、一層の独立を進めようとする独立派と改善は徐々に進めようとする協調派の2杯が存在しており、運営委員会に出席していたのが協調派の騎士のみだったため、 関西企員内での対立が表面化し、理事の改選化を行われて協調派は一掃された。関西企員は9月、免状発行権を得て経営的に完全に独立した上で本因坊戦と大手愛に参加することを日本企員に要求し、また高原伊太郎、細川先人ら協調派の騎士は関西企員を離脱して日本企員関西総本部を組織した。 本因坊戦自体は、毎日新聞と日本棋院の契約によって成立していることから、日本棋院から離脱した関西棋院の棋士には参加資格もないことになり、橋本から本因坊を剥奪すべきという意見も出た。しかし、毎日新聞としては、全日本棋士選手権戦を建て前とする以上は、全騎士参加であることが望ましく、また、日本棋院としては、 本因坊位は実力で奪還すべしということが総意となり予選はそのまま進められた。また橋本はこの間にも合制元との10番号及び本因坊対クレ3番号の対局も進めていた。1950年12月にリーグ戦を勝ち抜いた坂田坂尾が挑戦者に決定した。ここで橋本から自分が本因坊位を失っても時期から 関西企員の講談者が参加できるようにならなければ、挑戦手合に応じない、という条件が出され、これが、マグミ社長、神戸万之助らによる、調停の末に1951年3月になって、受け入れられて、挑戦手合7皿勝負は1月予定だったところ4月になって開始された。岩本香る前、本因坊、藤沢倉之助九段、北に実る八段、 長谷川賞七段、高川角七段、坂田坂尾七段の六名によって、リーグ戦が行われた。北に、長谷川、坂田が三勝二敗、残り三人が二勝三敗となり、同率決戦で、坂田が長谷川、北にを破り挑戦者となった。プレーオフ、北に、長谷川、坂田、長谷川、坂田、北に橋本太郎が1勝3敗からの3連勝の逆転で、 4勝3敗で本因坊位を防衛した。7番勝負は橋本には関西棋院の存亡がかかり、坂田には本因坊の奪還という日本棋院の期待を担っての対戦となった。第4局まで坂田が3勝1敗となり、第5局は山梨県省選挙で行われた。角番の橋本は前日に身延山に参詣してきて、 対局場に着くと首を洗ってきましたと語った。後は坂田が序盤から攻勢をかけたがじっくり打ち進めた橋本が勝利。この2日目の夜に撮られた対局中の写真が両者の迫力から赤鬼や大鬼と呼ばれて後にまで有名となっている。第6期本因坊戦挑戦手合七番勝負第6局1951年6月27から28日。 本因坊勝負、坂田坂尾第六局も橋本が制し、三勝三敗で迎えた第七局は、三重県島市賢島で行われた。握り直して橋本が先番となり、中盤まで細後の局面で進むが、図の白一から白三が、攻守で、先手で、白 A と打つ、大きな寄せを残し、これに対する黒四が、形勢不利を承知で覚悟を決めた。 印人事長の手と感染期に書かれた。しかしこの後の折衝で、黒は A の右に守る手順を得て、優勢となる。262手間、黒三目半勝ち。橋本が防衛を果たしたことで、関西起因も、その存在感を示し、経営的基盤を固めることができた。後に、岩本薫はこの七番勝負を、天保六年の本因坊竹和と、赤星印鉄の争い後ともに、 我が国語史上の2、大争い語であったとも語っている。しかし、本因坊戦における関西棋院の処遇は第7期以降にも問題を残すことになった。ありがとうございます。